私、テニス楽しんでます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週も始まりました、熱血スーパーテニス。レッスン担当はコサナテニスアカデミーの重政コーチです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は山口さんの苦手なこれをやっていきたいと思います。そしたらね、基本練習なんですけど、はい、4球1セット、バックのローボレー、フォアのローボレー、ネットに詰めてバックのチャンスボール、フォアのチャンスボール、4球ね、1セットでいきます。はい、わかりました。それで注意してもらいたいのが、まずローボレーなんですけど、はい、どうしてもボール、低いボールですよね、うん、そのボールを腰を曲げてこういう風にならないように体を起こしたまま自分が低くなってあげる、うん、で低くなってあげるときにスタンスを取ればね、自然のお尻が落ちるんで、この姿勢をね、しっかりフォアもバックも低い姿勢を作ってあげる、はい、まずは宇田コーチのお手本。はい、そしたらいきます。バックのローボレーからね、はい、ローボレー低く入って、低く入って詰めてドン、もう一球ドン、はい、低く上から行かないで、そう、はい。じゃあ実際にやってみたいと思うんですけれども、はい、コーンどうしたらいいですか。はい、ね、まずバックのローボレー、はい、低いボレーの時はクロスの赤いターゲット、深いところね、はい、次フォアのローボレーも向こうのクロスの赤いターゲット、はい、でバックの詰めたボレーは黄色の浅いターゲットにストレート、最後のフォアボレーも黄色の浅いところにストレートでドンと決めてみましょう、はい、クロス、ストレート、ストレート、そうです、わかりました。はい、お願いします。クロス、はい、ストレート、詰めて、もう一個詰める、もう一個詰める、そう、あ、今のね、ちょっとね、はい、リズムが一球一球止まっちゃってるんで、はい、もっとね、流れる感じで、はい、一歩ずつ前に行くような感じで、わかりました、一歩ずつやってみましょう、はい、はい、そう、こんな感じの流れるようなステップでドン、クロス、そう、はい、ストップ、だいぶ OK、はい、そう、さあ山口、スタンスを低く取って流れるようなボレーを、ストレート OK、 ローボレ、そう、はい、うまい、おー、OK、いい感じ、いい感じ。